まずはガチャしましょう。プライムプレイヤーズ来てるんで、これからレベル75で出来上がった選手が手に入ります。75の状態で、もうスキルとかセンスとかも全部揃ってる状態で選手が入ってくるんですけど、レベルはね通常80まで持っていけるんで、ちょっとね数値が能力値はちょっと低いで8000台ぐらいかな。通常はレベル80まで上げると、まあ、1万は超えるんですけど、ちょっとね能力値は低いけど、もう今からゲーム始める人とかはこういうのをデッキに入れるともうすぐ強くなります。カード自体はねかなり優秀ですね。これをまずしましょう。愛を込めて、そうね、スタンドの旗がもう金色になってるんで108以上確定かな。最初出た数値から上がっていきます。91から、あ、キーパーか、使えないな、使いにくいな。これがね80までのやつだったら欲しいんだけどな。まあでも悪くないですね。これですね、数値が画面の右の真ん中よりちょっとこう右上の方、8422、これが数値ですね。でもまあ通常だったらもう1万超えるんで、まあレギュラーでは使えないけど、まあ、デッキには入れといたら、補正がつくので、こういうこれですね、ディフェンダー、ゴールキーパーの全パラメーター強化とかねつくので、まあ、入れといてもいいかな。デッキに一応見せかけじゃないけど、まあ、ちょっと強く見せるために。これは多分ね、もともとこれがプライムプレイヤーズだったと思うんですよね。でこう、そうですね、で期間があって切れて元の91に戻ったみたいですね。さっきのやつ入れ替えようかね。じゃあ、これかな、ちょっと変えて、まあ、入れて、日数がでこれだと残り56日ですね。他のも日数がこれとか、そうかな、あと26日です。日数が過ぎるとこの元の能力に戻るので、まあ、デッキ入れ替えですね、その時。それと今タイタンズリーグやってるのかな。これですね、これちょっとね自分は出てないです。強い人たちだけの、まあ、対戦トーナメント戦みたいな感じです。ちょっと自分は全然入れてないですね。それとこれはなんだ、サマーキャンペーンプレゼントマッチ、あ、これはあれだ、必ずもらえるやつだ。これは今までやったことあるやつです。スタジアムシティプロジェクト、赤とか緑とか、赤緑青だったかな、なんかこう色で分かれてて、商業区とかで、それのレベル上げていって報酬もらうってやつだったかな。これだよね、そうですね。これ例えば商業エリアが赤なんですよね。あ、これ説明ですね。こんな感じでやっていきます。で商業エリア、あ、そうですね、待ってね、あ、説明した レジャー、ビジネスみたいな感じで、これでまあ試合するんですけど、試合してなんかコインみたいのが、コインでよかったかな、コインみたいのが出て、それをまたねちょっとね上げていくんですよ。ここでちょっと今ないんですけど、コインでよかった、これ、あ、そうですね。で投資して、まあ、レベル上げるみたいな感じですね。でこの上に上げたら、この上にスタジアムがあって、ここのレベルも上がるみたいな。でまあそれによって報酬が出ます。とりあえず試合だけしますかね。試合は勝つんで、まあ、3点ぐらい取ったら飛ばします。こっちが20万3000ですね。でコンピューターが4万3000しかないんで5倍ぐらい違うんで、まあ、試合は勝ちます。間もなくです。上下紫がコンピューターですね。今ボール持ってる方で、上が青、下が白、パンツが白が自分です。これ日本代表のユニフォーム、あ、これショータイムだ。決まるんじゃないかな、こんだけ戦力を下がったら。演出で分かります、決まるかどうか。はい、決まった。この演出は成功です。これ以外の演出が出ると失敗しますね。画面右上に中央攻撃って出てるんですけど、これは対戦のコンピューターの戦術で、左上のショートカウンターが自分ですね。うふ、まあまあこんだけ違かったらね、戦力差が。
こんなちょっとできないさ。それとちょっと惜しかったですね、女子スウェーデンに負けて。いやちょっといいし、前半ちょっとねあんまり見てなかったんですが、ずっと押されてたみたいで。あ、PK だ。あら、またなんかこうスウェーデン戦のあの植木さんがもらった PK みたいな。オッケー、コロコロ3点取ったんで、ちょっと一旦ここで飛ばします。試合勝ちました。この後あの3つエリア分かれてて、まあ、レベルが上がってって、まあ、スタジアムのレベルが上がって、また報酬が手に入るみたいな、まあ、イベントになってます。あとコインでもあの、まあ、商業区とかとレジャーとかの、まあ、施設っていうか、そのそこのレベルを上げることができます。これがコインですね。あ、はい、最初だから説明が合ってますね。こういうの、はい、もらっちゃってて、そうそう、ここで今コインで、まあ、レベル上げれますよっていう説明ですね。上げてみようかな。じゃあ、緑は一応あるね。マックスにして、まあ、こういうイベントですね。試合をやってコイン貯めてレベル上げて、でまた報酬手に入れるみたいな。これね、何回か動画アップしてると思います。これは上のスタジアムのレベルですね。いや、これガチャだ。まあ、こういう風なイベントになってます。ここはランクマッチになってます。なんとかずっとダイヤモンドキープしてます。まあ、このままね、9月入るぐらいまでキープすると、またこの超ブーストホイッスルっていうのが補充されて、まあ、それは手に入れることできますね。超ブーストホイッスルっていうのはブーストっていうのがあるんですけど、まあ、選手の能力値を、60ずつプラスするのかな。それが10段階あって、9段階目と10段階目にするときに必要な素材が超ブーストホイッスルっていう素材ですね。これかな。試合の条件ボーナスなんですけど、4点決める。これ多分無理かな。あの可能だったらミサンガ使って数値2倍ですけど、ちょっと無理かもしれないです。ただまあ BPM も全部使っちゃいましょう、最初なんで。月曜日から日曜日の間でレベル4以上キープすると、また次回も、また来週ですね、ダイヤモンドからできます。あー強いな。全部相手のが上だ。選手の左下の王冠のマークはセレクトスキルです。あ、自分のデッキはですね、後半から選手は一応メッシとロナウドは変える予定。あー、マラドーナいるな。これちょっと強いわ。しかもこれは本物だね、相手は。自分はなんちゃってなんで。ちょっと強いな。負けるかな、これは。ペナルティエリア外からゴールを決める780。自分も決めたら780入ってきます。さあゲームが始まりました。日本代表が自分で、上が赤、下が白が対戦チーム。これはおお、いいとこでペナルティもらった。フリーキックからリスタート。フリーキックね。少し決定的に変えたシーンでした。決められませんでした。オーナーキックです。相手はどこなんだろう、このおお、赤白どこにいるのかな。どっかのクラブだと思うんですか。ダイエルンかな。どこだろうね、あれよくわからん。どっかのクラブのユニフォームは間違いない。相手はフリーなんだ。先日右上ですね。自分はショートカウンターです。ここを持っていく。ミラクルシュート。どういい、ここで決めたらすごかったけどな。押してるな、珍しく。オーナーキックです。でもね、相手に最終的に押されると思うんですよね。あ、ノイアーだ。なんかニュースで出てましたね。ノイアーキックもできなくなったみたい。あー、やばい、これは決められる。おお、素晴らしい。オーナーキックです。いやー、まあしょうがないね。これはね、107でしょ。でも本物なんですよ。レベル90まで持っていけるレジェンドカード。自分が持ってるマラドーナは104で80までですね、レベル。
なんちゃってなんで今このマラドーナ、うん、負けてたら後半から多分自分は選手変えてきますね、マラドーナをジェコに行ってほしいわ。もういい、ここまではいいよ、1-1は危ない。オッケー、前へ出す、パスを出す。画面の真ん中右にサイド支配レベル3って出てるのは対戦チームのスキルですね。選手ね、何人かで出すスキルなんですよ。危ないなー、やめてー。オッケーオッケーオッケー、危ない、やめて。おお、いやー今のはしょうがないね。今これ腕コール、どっち誰、ああそうだね、そうだ。いやー相手の流れを断ち切りたいところ。この腕ゴールと久保君ってもともとバルサかなんかにいたで出た子かな。いやーちょっと前半ダメだな、これね。相手のマラドーナが強すぎるんですよ。あ、こっちジェコに変わったのかな、負けてるから。ますます点入れられそうな雰囲気だ。まるで鉄壁。ただジェコの方が、スキル持ってるんで、セレクト打ってくれ、もうここから。2枚返ししましたね、こっちは。打て。おお、素晴らしい。ジェコじゃん、しかも変えてよかった。ここでメンバーチェンジがあります。同点に追いつきました。女子はなんか見てたらスウェーデンか、まあ、今スペインとスウェーデンとオーストラリアとイングランドかな、残ってるの最後このチーム。なんかオーストラリアかスウェーデンが勝ちそうな感じですよね。フィジカル全面に押してきてなんかぶつけるみたいな。で速いんですよね、スピードが全然違う。なんか日本の女子すごくうまいんだけど、なんかパスのスピードがやっぱ遅く、見てたら遅く感じますね。ただあの女子でもイングランド、スウェーデン、オーストラリアってなんか速いですよ、パスのスピードが。あの FIFA で見れるんで、まだあの他の試合でも見れるんですよ、ずっとタダで。確認したらいいと思いますけど、めちゃくちゃ速いですね、パスのスピードが。危ない、カードは出ません。ここでメンバーチェンジ、 PK なりそう。このままいったら PK ですね。 PK でね、ちょっとね、勝ったことあんまりないですね。危ない、いやー、ロスタイムに入れられた、これは痛い。あ、ネイマールだ。なんかサウジカのクラブに行くとかなんか出てましたね、まあ、噂だと思うんですけど。うわ、負けちゃった。いやー、これ香港かな、この国旗。いや、ちょっと悔しいな、これは。いや、このね、マラドーナが異常にすごいんですよ、このコンピューター。あの 相手にいたら。試合に負けたんで、コインが3枚で、BP5 を使ったんで、掛け5で15ですね。まあ、こっから下がる、まだ始まったばっかりなんで、ここから下がらないんで、頑張ってちょっとレベル4以上目指します。ここはね、プレゼントボックスですね。ガチャを最後に回しますかね。これ、星5のバイエルンの選手ですね。今だったら、あれかな、韓国代表の、なんだっけ、名前忘れたけど、とかもいるのかな、バイエルンに。この前、ナポリのイベントの時にそっちにいたけど。緊張の瞬間、スタンドの旗が金色なんで、まあ、いいやつ確定、108以上確定かな、これ。さあ、行ったぞ。すごいんです。使ってないかな、選手。
107。あ、108以上じゃないんで107か。ムシアラ使ってないです。ニューだな。しょうがない。ブレードが113ぐらいまであるんで、ちょっと使わないかな。これはね、ミランの選手ですね。イタリアですね。おお、いいね。これも107以上か、じゃあ。ミランか。鎌田選手はラッツィオだったかな。107。おお、久しぶり見たような気がする。使ってないですね。こんな顔だったっけ、そうっすね、使わないかな。あとは、ああ、確定があるんじゃない？あった。104か。他は？あ、100。これ回しますかね。106以上。確定の星5確定ですね。来い。ちょっと本当に強力なやつが欲しい。1枚。8か。そうですね、いらないですね、使ってない選手ばっかり出るな。ブスケス持ってんだけどニューになってますね。しょうがない。これですね、90のやつ。さっき出たのは108ですけど、この90ね、昔ねイベントでそのバルサの選手を前々回ぐらいのイベントでナポリの選手をゲットできるってイベントあったんですけど、そういう感じでバルサの選手をゲットできるっていうのがあって、もう90です。今だったらグレードが5じゃないんですけど、昔は90から星5だったんで、残しててずっとこの選手がいい。だから重ねることは可能ですね、さっきのあのブスケスこっちを。途中ですけど今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。